動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。秋山隼人と申します。本日は、劇場で買った、酒場灯の、ペーパーナイフと、こちらの、キーホルダーの比較動画になります。比較動画を上げていきたいと思います。で、今回この比較動画を上げに至って、やっぱりこのペーパーナイフとこのキーホルダー、まあ、大きさも重さも違うわけですよ。で、他のちょっとやつも合わせて比較していきたいと思います。で、今回ですね、さらに比較対象としてこちらの金皿のミニチュアですね、こちらも比較対象としてお持ちしました。まあ、せっかくなんでちょっと静止画で、まあ、見ていただければと思います。ご覧いただいたように結局あの刀台、金皿がやっぱり一番合いますね。ペーパーナイフだと大きすぎますし、キーホルダーだと小さすぎるんで、やっぱりそれにね、羽織がある以上金皿以外置くのちょっとどうかなと思うんですけど、まあ、ちょっと遊び心ということでよろしくお願いします。この動画を見て、ちょっとでもいいなって思ったら、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。合わせて高評価もクリックよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。失礼いたします。